さんこんにちは。おしゃれビジネスウェア研究所青木広報室の樋本かなです。今回のゲストは雑誌キャンキャンでも大人気パーソナルカラーアナリストの田辺沙織さんをお迎えしております。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、スタイリストの田辺沙織です。毎度お話しするトークテーマはパーソナルカラー別ビジネスウェア2022冬ということではい、はい、皆さんイエベブルベというお話を聞いたことがあると思うんですが、うんうん、それもそこからまたさらに4つに分かれているというふうに伺っておりますが、はいはい、詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、パーソナルカラー診断とは人の生まれ持った髪、目、肌に合わせて4つのシーズン、スプリング、サマー、オータム、ウィンターに分けてそれぞれに合うカラーを導き出すというものなんです。パーソナルカラーを身につけることによって美肌に見えることはもちろん、うん、キュッと小顔に見えたりとか、あとは好感度がアップするなっていう嬉しい効果も狙える、そんなメソッドがパーソナルカラーでございます。あ、そうなんですね、はい、ちょっとあの肌の肌ツヤが良くなるっていうのは聞いたことあるんですが、ちょっと小顔に見えたりとか、そうなんです、そんな効果もあるんですね。そうなんです。合う色を身につけるだけで見た目だけじゃなくて印象とかもググッとアップできちゃうんですよ。あ、それは、はい、絶対知りたい。これはね抑えておくと本当にオフィスシーンとか人に初めて会う時とかすごいいいと思います。それはいいですね、うん、ぜひちょっと詳しく伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。まずはスプリングカラー。スプリングのカラーはこんな感じで明るくフレッシュな色調です。春に咲く花や緑みたいに暖かくて、あと明るいイメージのカラーが多くてブライトスプリングとも言われてます。結構こうチューリップとか、あとはこう新緑の緑だったりとか、うん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 、結構ね春っぽくてパーッと暖かいカラーが似合うんですけど、でこのカラーが似合うスプリングさんっていうのは割と黄みのある艶やかな明るい肌を持ってる方が多いです。樋本さんは、はい、スプリングですよね。はい、そうなんです。樋本さんもあの明るくて艶やかなお肌で、でもちょっとこう青みっていうよりかは黄色みがかった肌かなって思うんですけども、でも艶がやっぱりありますよね。嬉しい、ありがとうございます、うん、髪とか目ももともと少し茶色みのある方が多くて、目がカラーコンタクトをつけてないのに綺麗なブラウンだねとか、ちょっとそんな感じで色素がね割とこう明るめな感じのイメージを持っていただければと思います。イエローベースでどちらかというと茶系の感じが強いっていうところなんですかね。イエローベースの中でも割と明るいイメージですね。明るいイメージ、はい。芸能人でいうと橋本環奈さんとか、あとは上戸彩さんが、うん、あのスプリングと言われてます。そうなんですね。なんか結構そういうとイメージつきやすいかな。そうですね、はい、分かりやすいです。ありがとうございます。これがスプリングさんです、はい、で次にサマー。サマーはこんな感じで爽やかで涼しげな色調が揃ってます。でイメージとしては初夏や梅雨のちょっと涼しげで柔らかな景色を思い浮かべるようなソフトなトーンのカラーが集まってるんですけど、こういうカラーが集まってることでサマーさんはパステルサマーと呼ばれることもあります。このカラーが似合う方はやや青白くて黄みが少ない肌の方が多くて、先ほどのスプリングに比べると少しマットな肌質の人が多いです。マットな感じなんですね。そうなんです。なのでコスメとかも、うんうん、スプリングさんはちょっとツヤ系のものが似合ったりするんですけど、サマーさんは割とマット系のリップだったりとか、うんうん、そういうアイシャドウとかそういうものが似合われます。あ、そうなんですね、はい、メイクにもいろいろ違いが出てくるんですね。そうなんです。印象的にはソフトで柔らかい印象の方が多くて、芸能人でいうと広末涼子さんとか、あと綾瀬はるかさんもサマーになります。イメージ湧きます。髪や目の色も真っ黒っていうよりかはちょっとね柔らかいトーンの透明感がある瞳とか、うん、あの髪質を想像していただけたらなって感じですね。はい、ありがとうございます、はい、これがサマーです。続いてオータム。はい、オータムはこんな感じです。深みがあってリッチ感のある色調が揃ってるんですけど、こうイメージとしてはこっくりと深い秋の紅葉を思わせるようなカラーが揃ってます。なのでこっくりしてたり深みのあるカラーが多いので、うん、オータムはディープオータムとも言われるんですね、うん、でこのカラーが似合うのは黄みがかったベージュ系の肌の方が多いです。私も実はオータムなんですけど、普段そんなに日焼けしてない時はベージュ系で、で日焼けをすると結構こうブラウンみのある琥珀がかった肌の色になるんですよね。
焼けやすいという。焼けやすいです。赤くならずにどんどん吸収しちゃうタイプなんですよ。あ、そうなんですね。芸能人でいうとすごい分かりやすいかなと思うんですけど、中村アンさんとか長谷川純さんとかそういう方がオータムです。健康的な肌の色の持ち主という形ですね。そうですね。でオータムも結構マットな肌質の人が多かったりとか、あと髪色とかも結構私今ちょっとオリーブとかアッシュ系のカラーにしてるんですけど、こういうなんかツヤが出る髪色っていうよりかはくすみがかった感じの髪色が似合うんですよ。そうなんですね。そうなんです。結構メイクとか髪色にもあのパーソナルカラーって影響してるので奥が深いです。あ、もう知っておくと絶対得ですね。そうですね。今日はいっぱい発表しないと。お願いいたします。はい、で最後がウィンターさん。はい、はい、ウィンターは大胆ではっきりとした色調が揃ってます。でキリッとした冬の空を思わせるような結構はっきりとしてて、原色に近いカラーが揃ってます。なのでビビッドウィンターとも言われてます。でこのカラーが似合う方は黄色みが少なく青みがかった肌の方が多いです。イメージしやすいのはパキッとした黒髪が似合ったりとか、あと黒目の印象がはっきりしてる方っていらっしゃいますね。いますよね、はい、こう肌が白くて黒目がはっきりしてるなみたいな、で地毛が結構黒いパキッとした黒だなみたいな、そういう方がすごく多くて、芸能人でいうと小雪さんとか、あと柴崎コウさんもウィンターと言われてます。イメージ湧きますね。はい、まあ、ウィンターさんは肌質でいうとツヤがある肌質なので、あのこういうね合うカラーを持ってくると肌の透明感とかツヤもグッドアップして、あと黒目の印象がギュッと強まる。そんな、そうなんです、そうなんです。すごい引き立つ、オーラが引き立つっていうか、パーソナルカラーを顔周りに当てるとすごく分かりやすい方かなと思います。そうなんですね。はい、はい、ありがとうございます。ということで今4つのタイプをお話しいただきましたが、はい、ちょっと聞いただけでもかなり奥深いなっていう感じがありますね。そうなんです、はい、ちょっとさらっと語り尽くせない深さなんですよね。そうですね、はい、今日はちょっと青木ということでファッションにちょっと寄りながらなんですが、ちょっとお話しいただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、実はですね、先日田辺さんに私も診断をいただいて、そうですね、はい、あのオータムかなと思ったんですが実はスプリングだったということで、うん、今日はスプリングのベストコーデを、はい、はい、田辺さんに選んでいただきました。すごく似合ってます。ありがとうございます。日本さんの明るいイメージにナッチしてますよね。ありがとうございます。今回着ていただいたブラウスなんですけど、淡いピーチカラーのものを選びました。なんか私こういう色を選んだことがないんですが。あ、本当ですか。はい、スプリングさんってはっきりとした原色のイメージが強いかなって思うんですけど、はい、こういうね意外と薄い淡いカラーも似合ったりもするんですよ。うん、スプリングさんにすごく似合うパキッとしたグリーンだったりとかレッドとかイエローってオフィスシーンには取り入れにくいかなって思うので、確かに、ね、はい、アプリコットっていうのかな、なんか少し黄みがかった感じ の、うん、あのエクリューカラーなんですけど、こういうカラーもすごくスプリングさんにマッチします。あ、そうなんですね。真っ白とかパキッとしたホワイトだと顔の色とうまく調和しないことが多いんですけど、こういうカラーだとねすごい馴染みがいいんですよ。なんか首カラーのこう馴染みが、寄ってみていただいたら分かるかなと思うんですけど、首からお洋服にかけての馴染みがすごく良いのが分かるんじゃないかなと思います。で素材感も、結構ねスプリングさんはツヤがあるものも合うんです。なのでなんかブラウスとか少しツヤ感があるものを選んであげてもいいんじゃないかな。であとこのねベルトを見ていただくと、はい、金具がねゴールドになってるんですけど、うん、実はパーソナルカラーによってシルバーやゴールドだったり似合う金属のカラーも変わってくるんです。ベルトは顔から少し距離が離れてるんですけど、こう全体的にゴールドの金具のものを取り入れてもらうとすごくマッチすると思います。そうなんですね。確かに私もゴールドのものを選びがちかもしれないです。本当ですか。はい、で特に今耳元にちょっと大きめのイヤリングをつけてもらってるんですけど、こういうねツヤがあるゴールドのものをつけると、うん、一気に顔色がパッと明るくなってツヤ感が増すんですよね。なるほど。できるだけ顔に近い位置にこういうあの似合う色を持ってくるのがいいんですかね。そうですね、顔に近いとより効果が強いかなと思います。あ、より効果高まるという、はい、でもあのベルトとか、うん、例えばあとは普通 の、 あのビットだったりとか、うん、いろいろと統一してあげることでよりこう調和感が生まれると思います。スプリングさんはイエローゴールドの他にも、うん、ピンクゴールドも似合うので、うん、可愛いイメージになるの で、 そうなんです、ね、ぜひ取り入れてほしいです。ありがとうございます。ということで今私の個人でご紹介いただいたんですが、それ以外にも青木でスプリングさんにおすすめのものがあったらぜひご紹介お願いします。ありますとも、たくさんありますとも。
まずはニットですね。はい、このね、はい、これ 2way のニットですよね。そうです、そうです。大好きなんですけど、顔周りがパッと可愛くなるので、うん、このオレンジのカラーもスプリングさんにぴったりですね。あ、そうなんですね。はい、ちょっと顔に当ててみてもいいですか。はい、じゃん。さ、なんか元気なイメージになりますよね。あとすごく血色感がよりアップするんじゃないかなと思います。うんうんうん、ニット以外にも、ニット以外にもあります。はい、こちら結構スプリングさんに合うカラーとしては意外なのかなって思うんですけど。そうですね、寒色ってあんま似合わないって思われがちなんですが、うんうんうん、こういうちょっと黄みがかかった明るいブルーだったらスプリングさんにも OK です。なるほど、はい、黄みかかったブルーだったら似合うってことですね。そうなんです。当ててみます。はい、ちょっと印象は変わりつつも、うんうん、でも明るい感じとかツヤ感はキープされるんじゃないかなと思います。うんうんうん、同じブルーでも合わないカラーのブルー当ててみたいと思います。はい、うん、これやっぱ色味違いますね。うん、ちょっと違う、うん、まあ、そもそも若干色味変わってくるんですけど、うん、参考までに、はい、はい、これが実はサマーさんに合うブルーなんですけど、ちょっとこう血色が抜けて顔色が悪く見える。わかりますかね。少しあの頬とか、うん、あのリップの明るい血色感が消えちゃうんですよね。で次にさっとこのこちらの合うねスプリングさん向けのカラーをつけてもらうとすごいよくわかると思うんですけど、パッと明るくなってさっき失われた血色感が蘇るんです。ではその他にございましたらぜひ、はいはい、コートをね着てほしいんですよね。冬といえばそう、ね、このコートめっちゃ可愛いんですよね。すっきり見えるノーカラーのコートです。あ、そうですよね。はいはい、絶妙なベージュカラーのコートを着てもらったんですけど、うん、このカラーも明るいベージュなのでスプリングさんにすごくマッチします。なるほど、コートでも取り入れられるということなんですね。そうなんです。コートって結構着る頻度が高いのでぜひパーソナルカラーに合うものをゲットしてほしいんですけど、うんうんうん、スプリングさんにはこういう明るめのベージュのカラーはすごくよく合います。うん、はい、確かに冬はもうコート着てることが外ではもうほぼほぼですもんね。なんかどうしても黒とかネイビーとか選びがちなんですけど、やっぱりスプリングさんの元気なツヤ感とか明るさが損なわれてしまうので、ぜひこういう明るいベージュだったり、うん、コーヒーブラウンみたいな茶系の色を選んでほしいです。はい、わかりました。じゃあスプリングさんにおすすめコートということで、このストールもねぜひ巻いてほしいんですけど、うん、これ白じゃんって感じ。白じゃん、何これスプリングさんに合うのって、普通に白じゃんって思いますよ ね。もう本当にどのカラーでも合いそうな感じはするんですけどね。違うんです、実は白もイエローベースさんとブルーベースさんによって似合う色が変わってくるんです。うん、あ、そうなんですか。このストールはちょっと映像で伝わるかな、少し黄みがかった感じの、うんうん、ホワイトになってるんです。オフホワイトっていうのかな。確かにオフホワイトですね。パキッと白っていうよりはどちらかというとちょっと黄みかかった感じがありますね。はい、これがスプリングさんだったりオータムさんが身につけると肌ツヤとかあの美肌に見えるんですよ。なるほど、ちょっと巻いてみましょう。いいですか、お願いいたします。巻いてみるとこんな感じです。うん、全身のアイテムをスプリングさん向けのカラーでまとめることですごく調和感が生まれるんですよ。うん、はい、ということでそれでは続きましてオータムさんのベストコーデをご紹介いただきましょう。はい、はい、お願いします。私がオータムなのでこんな感じで着てみました。じゃーん、オータムカラーで、うん、あのワントーンコーデを作ってみました。秋らしい感じでいいですね。ね、本当紅葉のカラーって感じですよね。うん、でも本当に私はこういうあのテラコッタみたいな深みのあるカラーを身につけてるとすごく安心感があるんですよ。逆にこういうパープルみたいな明るい色当てるとすごい顔色が悪く見える。わかりますか、わかるかな。でもすごく色が黒く見えるというかちょっとくすんで血色感が抜けるんですよね。なのでこういうこっくりとした深みの渋いカラーを普段からね好んできます。あ、そうなんですね。はい、で同じスプリングさんと同じように、うん、オータムもゴールドのアクセサリーとか金具が似合うので、うん、今もピアスというゴールドカラーもらったりとかネックレスもつけてます。うん、でゴールドの種類もあのイエローゴールドも似合うんですけど、ちょっといぶしがかった感じのブロンズゴールドとかそういう渋みがあるものもよくマッチします。でなんかパールとかも結構あの、うん、ニュアンス感があるので、なんだろう、パキッと白いパールっていうよりかはちょっと黄みがかったものとかをなんとなく選ぶようにしてます。
ツヤ感でいうとどうなんですかね。オータムさんはちょっとツヤ感を抑えたアイテムがいいんですか。そうなんです、そうなんです。あのオータムは結構マットな肌質なのでメイクとかもツヤツヤよりはマットなものを選ぶと良くて、うん、このジャケットも暗い感じのイメージではないんですけれども、うん、あの深みのあるブラウンが織り込まれているのですごい私の肌にもマッチするのかなと思いますね。で、あとパンツもトップスは深みのあるあのテラコッタカラーで、うん、パンツはくすみがかったオレンジ色を選んでいるんですけど、うんうん、結構あのスプリングさんとは真逆で、うんうん、スプリングさんはパキッと明るいカラーとか、うん、あの淡いカラーでも濁りがあんまりないカラーが似合うんですけど、うん、あのオータムはちょっと渋みとか濁色が似合うので、うんうん、結構真逆のカラーかなと思う、うん、黄色みという色相は一緒なんですけど、うん、その明るさと暗さみたいな明度の面ではかなり真逆のところにいるんですよ実は、うん、オータムは青色をね顔周りに当てるとすごい自然のあのシェーディング効果とかが生まれたりするんですよね。そうなんですね、はい、より健康的に、よりシャープな感じにキュッと引き締まる感じが出ます。あ、そうなんですね。ちょっとじゃあ青木の商品でいくとどんなのが似合うのかっていうのをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、ニットですね。こちらのニット、はい、これも先ほどお話ししましたが、うん、ちょっと黄みがかったホワイトのものです、うん、このニットはあのスプリングさんにも似合うかなと思いますが、うん、あのオータムもこうやって真っ白のニットを身につけるよりもすごく顔色がよく見えると思います。あとはちょっとボトム系なんですけど、はい、あの分かりやすいようにあの顔に近づけてお見せしますね。こちらくすみグリーンというか少し乾きがかった、うん、あのダスティーなグリーンなんですけど、こういうカラーもすごくオータムさんにマッチします。こうやって顔に当ててみるとどうですかね。あ、でも確かにあの馴染み感はすごいありますよね、うん、ありがとうございます。そう、これがすごくなんていうの、明るいミントカラーとかだとね合わないんですよ。これも比べてみよう、分かりやすいから、はい、そもそもの色味がねちょっと違うんですけど、うん、これが、オータムに合うカラーのグリーンです。で、これがスプリングさんに合うグリーンなんですけど、うんうん、私はオータムなのでこういうパキッと明るいグリーンをつけると、うん、顔の印象が負けちゃうっていうか、うん、すごく首と顔の色がちぐはぐなイメージになっちゃうんですよ、うん、確かにこう区切られた感じがちょっと感じるかなと思います。そうなんです、そうなんです。なんですけど、はい、元に戻してこのちょっとくすみがかったダスティーなカーキグリーンみたいなものはすごい馴染みが良くて、うん、あと顔がキュッて締まって見える効果もあるんじゃないかなと思います。ですとか他には、はい、あ、同じスカートなんですけどこちらの色味、うん、これもちょっとコーラルピンクのようなブラウンのような絶妙なカラーなんですけど、はい、割とこういう濁色というか絶妙なカラーがオータムには似合うんですよ、うん、なんでこの、 あのカラー展開はすごくオータムさん大勝利カラバリですね。あ、よかった、うんうん、オータムさんは顔にこういう合う色を当てると、うん、シュッて自然のシェーディングが入ったりとか、あとクマとかシワが薄く見えたりするんです。あ、なるほど、うん、あとはマフラー、マフラーもございまして、はい、じゃーん、このマフラーめっちゃ可愛くないですか。可愛いですね、ありがとうございます。フラットな感じのチェック柄がすごい好みです、うん、柄物の選び方って結構パーソナルカラーに合うかどうなのみたいな、柄ってどうやって選べばいいのって思いますよね。複雑に色味が絡んでるとより選びにくくなりますよね、うん、そうなんです。でもこれは基本的にあのパーソナルカラーに合ったカラーを多めに使っているものを選ぶと良いと思います、うん、あ、なるほど。なんでこのストールは結構広い面積でこっくりとしたテラコッタカラーが、はい、あの使われているのですごいオータムさんにマッチするんですよね、はい、でこうネイビーとかもそんなにあの青みがすごく強いみたいな感じじゃないし、うん、あとブラウンも使われているの で、 あ、そうですね、こう全体的に見てオータムに合う色が多いなみたいなものを選ぶと良いです。なるほど、巻いてみます。はい、こんな感じです、ね、このカラーいいなと思ってすごい可愛い、うん、でパーソナルカラーに合ったストールを一つ持っておくとすごく便利なんです、うん、はい、お気に入りのお洋服だけどあんまりこうカラーに合ってないなみたいなものってどうしてもあるじゃないですか。 ありますね。着たいけど自分のカラーに合ってないみたいな時にこういうストールとかあとあのスカーフとか顔周りにくるっと巻いてあげるだけで
なるほど、たちまちこうマッチするというか。他には大友さんに合うアイテムもございましたらご紹介をお願いします。はい、このあたりじゃん、あ、いいですね、ブラウン系。やっぱり大友さんにはブラウン系もすごい似合うんですよね。こうやって、これ本当にもうコーディネート完成っていう感じなんですけど、うんうんうん、このジャケットにあえてチェックのスカートもすごい可愛くないですか、うん、だったりプリーツスカート、うん、やっぱり全身でトータルコーディネートすることですごくねしっくりくるんですよね、うん、はい、ということで、イエローベースのスプリングさんと大友さんのお話をいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。もうすごい知れば知るほどすごく奥深いものなんだなということを勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでスプリングさんと大友さんのお話をいただきましたが、次週も引き続きサマーさんとウィンターさんのお話を頂戴したいと思います。はい、次週も必見です。パーソナルカラー別ビジネスウェア2022冬、見逃しのないようにいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた来週。